箱根ね、そう、うん、でも最高だと、俺も最高だ、彼女も最高だと、小学校以来ですよ、うん、思ってた通りだと結ばれた時に、うん、これってね、ネットなんかで検索すると、うん、ツインレイっていう言い方するものあるじゃないですか、うん、あらで、まあ、そうするとちょっとスピリチュアルな感じしますけども、うん、なんかそれに近いようなその幼馴染と その結ばれ方なんだと思うんですよ、うん、だからもう出会うべくして出会うとか、他にはこんなことはできない2人っていう相性とか、うん、そういうようなものを俺はもう読んでてこう感じたんですけども、そういう人とね出会うことが人生でこの最高の幸せなのかなと思いながら、ね、いいなぁ結ばれたんだみたいに思ったんですけど、朝になると彼女いなくなってます。うん、ちょっとツインレイのメモです。で、そんでもう箱根の山の中を探して歩いて、いやいやこんな戻ってくるわけない、でも別荘地帯からどうやってそのハイヒールの彼女が山を下っていったんだみたいに、謎は謎が多いんですけど、で東京に戻る、で東京に戻って、それで、奥さんにも会社のバーの社員たちにも、もうね何も言い訳ができなくなっちゃったんですよ。もう彼女が大切でもいなくなっちゃった、もう自分のことだけでもいっぱいになっちゃって、ね、実はねその彼女がね二度と現れないんですよ。うん、そのね別荘に向かう日のね夜にね、こんなこと言うんですよ、彼女。あなたが今急いで高速道路走っている150キロ、150キロぐらい、私があなたのハンドルをグイッと切って二人で死ぬわけ、うわ、そんなことを言っていたのをふと思い出すんですよ。あ、そうかと、100受け入れるってことは俺と一緒にあなたを死んでくれますかっていう意味だったのかみたいに、うん、彼女の人生にはこの先希望はないんだ。だから今はもう不計逆性な人生、戻ることもできないし捨てることもできないから、全て抱えたまま生きているんですけども、そこで彼を頼って 100% 受け入れてくれたとしても死ぬしかないんだっていう人生なんだなっていうことを気づくんですよ。だからひょっとしたら帰り道の高速で感動でグリッとやられてたかもしれないし、でもいなくなったってことは自分の命までは奪わないというのが彼女の愛だった。だから自分一人で消えて、亡くなっちゃったかもしれないし、生きてるかもしれない。でももう現れないなっていう、なんかこう、重大なことだけ感じるんですよ。うん、あ、そうだ、あの時死のうとしてる。うわぁ。さあ、困った。もう二度と現れないだろうし、家族とも奥さんとも、社員さんとも、もう全然向かい合うことができないんですよ。で、ね、半年ぐらい悩んでたんですよ。で、最後、どういう道を選ぶのかというところは、ぜひ。あ、なんか言ってほしい。今日収録の時間、約束のあと1分になりました。言ってほしいな。いや、こればっかりはですね、やはり原作を読んでもらいたいなと。これってね、その小説でも何でも、はい、例えばいろんな人いると思うけど、だから曲作る人も歌詞を書いてたりとか、音に、ね、言葉を作る、その村上春樹さんは、はい、普段からネタを引いていって、こう村上春樹さんの小説の書き方は、そのいろいろな断片を書けるところから書くそうです。うわ、それをつなぐ、そう、でそれをつないでいくためにギリシャとかイタリアとかフランスなんかにもあって、外界と謝罪するそうなんですよ。今から半年間はうわもう日本人と誰も会わないみたいな、そういうね、そうで、ギリシャのマルタ島とかミコノス島みたいなところに長期の別荘のアパートみたいなのを借りて、そこに春樹さん本人と奥さんと一緒に住むんですよ、うん、で奥さんがこの身の回りの世話とかもしてくれたり、あとやっぱりさすがに一人では頭おかしいみたいな相手をしてくれて、しかも小説もこんな風にさ
合体してこうなってきたんだみたいなのをプレビューして、うん、で奥さんもね、あ、これいいよとか、あ、これもっとここを膨らませないとよくわかんないじゃん、あ、そうかそうかみたいなので、こうつけてきてして、ほんで、あ、長編小説なんかを作っちゃったんですよ。なるほど。だから、まあ、奥さんが大学時代に早稲田で、小説家になる前に実